ゼノ・ゼブルフスキー1891年12月27日から1982年4月24日は、ポーランド出身のカトリックの修道士。ありの町の神父として知られ、戦後、戦災個人や恵まれない人々の救援活動に力を入れた。日本人のイメージから、ゼノ神父と呼ばれることがあるが、司祭ではなく、コンベンツァル・セイフランシスコ修道会の修道士である。 ゼノ修道士墓所1891年、ポーランドのマゾフシェ県オストローエンカ軍スロバ村で、ヨゼフ・ゼブロフスキーとアナ子存の5人の子供の4、男として生まれる。その後、第一次世界大戦の折に軍隊に志願する。除隊後、職を転々としていたが、1924年11月13日、セースタニスラス・コストカの祝日のミサでの説教に影響を受け、 1925年5月10日に、コンベンツァル・セイ・フランシスコ修道会に入会する。1928年12月15日に、修道生願を建てる。1930年4月24日、マキシミリアのコルベ神父やヒラリウス修道士たちと共に、来日。来日後は、長崎でコルベ神父らと共に、不教師、聖母の騎士の出版と普及に力を入れた。 税の修道士は全国各地に赴いた。1936年にポーランド管区本部の命令でコルベ神父が帰国した後も日本で活動を続けていたが、1945年8月9日、長崎市への原子爆弾投下で被災する。戦後は戦災故人や恵まれない人々の救援活動に尽くし、東京、浅草のバタヤ外など全国各地で支援活動を行う。 1950年1月10日の例では、払い下げを受けた、鉄道引用上着200着を持って、上野駅を訪問、地下道に身を寄せる市民らに配布した。朝日新聞は、この支援活動の姿を、青い目の服の神として報じている。口癖は、ゼノシヌヒマナイエ。愛嬌のある白髭顔と、ユーモラスな人柄で、宗派を問わず多くの人に親しまれた。 献身的な社会福祉活動に、1969年に、君四島随法賞、1979年に、吉川栄治文化賞が贈られた。また、ポーランドからは1976年に、ポーランド人民功労勲章第四刀が授与された。1981年2月に来日した教皇、ヨハネ・パウロ2世は、ゼノ修道士の入院先を訪問。 ポーランド出身の教皇はポーランド語で語りかけ、長年の活動に敬意を表した。1982年4月24日、東京で死去。1957年から1961年まで、ポーランド人民共和国駐日大使を務めたタデウシュ・ゼブルフスキーは、ゼの修道士の兄弟。ありがとうございます。